どうも、ちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日の授業のテーマは、細田守監督率いるスタジオ地図制作作品、狼子供の雨と雪です。それでは授業を始めます。お願いします。はい、というわけで本日は狼子供の雨と雪についてです。こちらの作品は2012年に公開されまして、それまでの細田守作品といえば、時をかける少女やサマーウォーズのようなこうザ青春みたいな作品が多かったんですけれども、この狼子供はより繊細なんですね、この映画は。まあ、いわゆる子育てもののジャンルに入ると思うんですけれども、ただ感動するっていう言葉だけでは足りないぐらいに心に刺さる作品となっています。というわけで本日のテーマはこちらです。なんでこんなに心に刺さるの？3つの見どころポイントを解説。ということでお送りしていきます。個人的にもどうしてこの映画がこんなに感動して、心に残るのかっていうのをちょっと言語化したいなっていう思いがあったので、今回ちょっと自分なりにまとめさせていただきました。で、今回の動画はもうものすごくネタバレありでございますので、あまりにも熱くなりすぎてたまにね、爆発したり暴走したりすることがありますけれども、まあご了承ください。それではまず一つ目です。一つ目のポイントは、息を呑むほど美しい。この美しさについてお話ししていきたいと思います。この作品の中での究極に美しいシーンを二つご紹介しますね。まあ、まず一つ目は、もうこの作品の白尾と言っても過言ではありません。中盤で雪山で花と雨と雪が走り回る。あのシーンですね。田舎の家に移り住んで、大自然の雪山の中を走り回るシーンなんですけれども、雪の白さっていうのを引き立たせるための、これでもかっていうほど引き算がされてます。細田さんの作品の絵っていうのは、基本的にそもそもシンプルなんですね。人物に影がないっていうこととか、極限までこう邪魔する要素を撤廃しているっていうところで、アニメにおける引き算の美学の真骨頂かなっていうふうに個人的にはすごく思っている、ものすごく大好きなシーンなんですけれども、あまりに白いもので、もう見てるときに、こう、雪焼けするんじゃないかっていうぐらいの眩しさを覚えるほど、もう真っ白に感じるんですよ。引き算された美しさっていうところと、相乗効果になっているのが BGM でして、この映画のすべての、まあ、BGM とか、まあ、音楽をね、担当されているのが高木正勝さんっていう方なんですけれども、この方の音楽との、この相性がね、この作品は抜群なんですよ。で、この時に流れている BGM っていうのは、キトキト四本足の踊りっていう、タイトルの BGM なんですね。2分ぐらい、もう絵だけ、絵と BGM だけで進んでいくシーンなので、もうそれだけで見せれるんですよ。ものすごくシンプルな絵だけで見せ続けるってものすごいことじゃないですか。でももう自然と引きつけられてしまって気がついたら2分ぐらい経ってたっていうぐらい本当に美しいシーンなので、もうぜひ見ていただきたいなと思います。さっき挙げた2作品は夏の物語なんですけども、細田守イコール夏みたいなそういう固定概念を全部取っ払ってくれるような素晴らしい描写になってますので、ぜひ見ていただきたいです。次2つ目です。言わずもがなっていう感じなんですけども、ラストシーンです。花が、息子の雨とね、別れる、究極のシーンでございますけれども、ここでの花のセリフですよね。だって私、まだあなたに何もしてあげてないっていうところで、雨がハッとするんですけども、雨の顔の、右側が映るんですね。なんですけど、その直後の花の、顔のアップでは、花の左側の顔が、映るんですよ。花と雨の思いっていうのが、まあ、相対しているっていうことを構図でも表されているっていうところが、まず、シンプルでいいなっていうところと、雨が山の頂上に行って遠吠えをするところがあるんですけども、その直前に、朝焼けのシーンがあるんですね。朝日が昇る瞬間、この瞬間に、そこまで流れていた BGM の中にね、トランペットが入ってくるんですよ。もうなんか抜けるような音で、そこからクライマックスにどんどん盛り上がっていくっていうところが、素晴らしいんですけども、ここでの BGM も最高なんですよ。雨上がりの家っていうタイトルなんですけども、最初はすごい静かに始まって、で、こう雨と、花とのやりとりの中でどんどん音量が上がっていって最後にクライマックスっていう流れになっていくので、ぜひオリジナルサウンドトラック買ってください。今でもよく聞くぐらいね、大好きなんですけども、はい、ちょっと興味持たれた方ね、聞いてみてください。続いて二つ目です。ファンタジーなのに超リアル。花が好きになった人は狼男だったんですよ。で、その子供が雨と雪っていう狼子供二人なんですね。まあ、この設定自体がとてつもなくファンタジーなんですけども、この設定
が逆にリアルさというか人物の繊細さを際立たせる要素の一つになっていると思うんですね。リアルだなって思う描写とか演出とかをいくつか紹介していきたいと思いますので、見たことがある方はそのシーンを思い浮かべながらぜひね聞いていただきたいと思います。まず一つ目です。これ細かいんですけれども、まず色彩設定ですね。サマーウォーズなんかでもこうデジタルの世界にいるときは主線が黒ではなくて赤色で描かれていることがあったんですけれども、狼子供でもその手法が一部用いられていまして、物語の一番最初と最後ら辺に出てくるなんか花の夢のシーンの、主線が茶色っぽい赤っぽい感じが混じってて、ああここが夢の世界なんだっていうことがこう分かるようになっています。で、あと、もっと細かいんですけども、豪雨の中、体育館で子供たちが、親の迎えを待ってるシーンがあるんですけども、曇った日の体育館みたいな感じになってて、なんかそのね、色調整がすごい、その日の天候を室内なのによくわかるように設定されてて、なんかそこの色味の引き立ち方が結構好きなんですね。あと、あれ、その体育館の床の反射の仕方とか、ぜひ見てほしいと思います。かなりリアルになってます。で、次です。BGM とか、SE だけで進むところが結構あるんですね。で、これによって想像する余地が残っているっていうところがリアルさを感じさせる要素の一つなのかなって思っています。例えばなんですけども、冒頭ら辺で、花が夫の死を目の当たりにする、あの衝撃的なシーンがありますよね。あそこ、雨の音だけなんですよね。亡くなっている夫の姿は花が持っている傘でしばらく隠れてるんですけども、夫の姿がこう画面上に現れるシーンだけ雨の音がパッとなくなって無音になるんですよね。その数秒間の無音の時間、これで花の周りの音が何も聞こえなくなるくらいその目にしている状況が信じられないっていう心情がものすごくよく伝わってくるんですね。あと中盤で雨が小学校に上がって1年生から3年生ぐらいまで大きくなっていくシーンがあるんですね。で、そこを田舎ならではのワンフロアだけでこう1年生2年生3、4、5、6って並んでいるこの配置を活かして、その横並びになっている教室を一枚絵に見立ててずーっとこう流していくワンカットのシーンがあるんですね。で、たまにこう戻ったりするんですけども、その一枚絵だけで見せていくシーンがなんと2分もあるんですね。そこもセリフないんですよ。で、音楽だけっていうところの見せ方がすごいですね。絵だけでこの年月が経っていることとか、雨や雪が小学校でどういう子供なのかっていうことがよくわかるように描写されているんですね。で、ものすごくその構図がシンプルなものですから、つい目で追いかけてしまいたくなるっていうところがある。その演出の巧みさが素晴らしいなと思います。で、引きの絵がとにかく多いんですよ。要はこう人物を少し突き放した感じで撮ってるんですね。花と狼男が出会うシーンであったり、あと狼男が、転んだ子供をねちょっとよいしょって起こすシーンがあったりするんですけども、すごい人物遠いんですよ。で、かと思えばアップのシーンも結構あって、一番中でも印象的なのが花の横顔のアップが随所であることなんですね。で、しかも花の横顔の向きっていうのがだいたい決まってて、左側からの横顔が多いんですよ。妊娠中の描写、その夫の死の直後ですね、ちゃんと育てるみたいなことを言うシーンとか、あと畑仕事のシーン、いや、まあ、さっき申し上げましたラストシーン、そこを見てほしいっていう重要なシーンだけアップになるっていうのがメリハリが効いてて、対比になっているカメラワークが結構好きですね。この映画の中でやっぱり一番肝だなっていうところは、さっき前述しましたラストシーンなんですけれども、細田監督が描きたかった母親像の総まとめかなと思うんですね。要は映画のタイトルは狼子供の雨と雪じゃないですか。この二人の生き方を通して、要は人間として生きるのか狼として生きるのかっていう、どっちを選ぶかっていう選択を通して、その両方を受け入れて、全部受け入れて肯定して、まあ文字通り花のように笑って最後祝福するっていうような、こう底知れない愛ですよね。まあ平たく言うと母性なんですけども、それを描きたかったのかなっていうふうに感じるので、雨がハッとするシーンは観客も同じように花の愛の深さに心を打たれるシーンだから、あのラストシーンがめちゃくちゃ印象に残るというか、響く母親としての花の成長みたいなものをグッと感じるので好きなのかなって思うんですね。まあ一番最初に狼の設定が繊細さを引き立ててるって言ったんですけども、要は狼っていうのは誰もが持つ悩みとか、まあコンプレックスみたいなものの比喩であって、
って彼らの葛藤を客観的な演出、さっき申し上げたような演出で描くことによってリアルなものとして我々は感じるんじゃないのかなって思うんですね。ファンタジーなのにここまでリアルに私たちに情的に訴えかけてくるものがあるっていうのはすごいなっていうふうに感じます。その細田さんがやりたかった、この作品の中でやりたかった表現としても本当に素晴らしいなっていうふうに感じますね。三つ目、ユキの声がすごい。もうあえて一人に絞らせていただきました。ユキの幼年期を担当されていた大野桃香さんっていう方の演技がまずいいんですよ。なんとですね、調べましたところ当時10歳でございました。映画の中でユキがゲロって言っちゃった、嘔吐ね、嘔吐したりあとゲップしたりするシーンがあるんですけども、まあそこがめちゃくちゃリアル、すごいですよ。もう100点っていうところがいくつかあるんですけども、まずね、新しい家に来た時の笑い声ね、あの隣のトトロのサツキとメイがあのボローとか言って庭を駆け回るシーン、あそこを一人でやってるくらいのあのテンションでものすごいキャッキャキャッキャしてるんですね。その声がね本当に本物って感じ、 200% 心の底から楽しんでる感じでの演技なので最高ですね、すごいです。で、あとね、セリフでいいところが2つあって、まず1個目が、雨が川で溺れるシーンでね、雨!母さん!雨が!っていうシーンがあるんですよ。そこの切迫感がすごいです。で、最後、初めて映画館で見た時からずっとすごいって思ってたんですけど、畑で野菜を育てようとしてて、で、せっかく植えて大きくなった作物が枯れちゃうんですよ。で、それを見て、ユキが、母さん、私たちこれからどうなるの?って聞くんですね。で、花が、ダメね母さん、もっと勉強しなきゃ、また手伝ってくれるって聞くんですよ。でその時の花がすごくもう空元気で笑ってるのがユキにはわかるんですね。でそのユキが次言うセリフ、いいよっていうのがあるんですよ。もうあれすごすぎて全く再現できてないんですけども、そのね、いいよのね、すごいんですよ言い方が。なんかなんていうんですかね、この幼いながらに母親のことをものすごく思って私にできることならさせてよ、当たり前じゃんっていうところがものすごくよく出てるんですね。本当に素晴らしい、もう名演なのでぜひ聞いてほしいと思います。はい。で大きくなったユキを担当している黒木華さん、当時22歳です。この演技もすごいんですよ。まず作品を通して語りをされてるんですね。まあまず声がいいね、滑舌100点で、もう声の張りとか芯の強さも素晴らしいし、そのスピードであったり抑揚であったりっていうのがもう花丸ですね、素晴らしいです。その内容によって声のトーンをしっかりこう使い分けてらっしゃるのがもう明確に分かって、でもちろんわざとらしくないんですよ、すごく耳なじみもいいし。で一番この切り替えがさすがだなって思ったところが、花の夫が亡くなる日の始まりの語り、雨の日のことでしたっていうところがあるんですよ。めちゃくちゃすごいですよ。なんかこれ良くないことが始まるなっていう不穏な空気とかがすごくよく伝わってくる言い方をされてるので、もう素晴らしいってなりました本当に。であと、まあ、セリフで言うと総平に詰め寄られるシーンで、来ないでよ、近づかないで、触らないでって言うんですよ。そこでのその3連発、何々しないでシリーズがね、怒りであったり焦りであったり、まあ恐怖っていうのがすごく入り混じってもうどうしようっていう感じがすごくよく出ているので、声を結構張り上げて切れているシーンではあるんですけれども、心の叫びっていうかそれがよく出ているのでぜひ聞いてほしいなと思います。まああとおまけとしてアメくんなんですけども、大丈夫してってやつね、めっちゃ可愛いですよね。もうあれは全人類萌えだと思います。やばいです、めっちゃ可愛いので、あそこはあのまあそうですね、もう 10万回ぐらいリピートしていただくと幸せになれるかなと思います。はい。あとですね、総平のお母さんが林原めぐみさんなので、登場シーン結構わずかしかないんですけども、めちゃくちゃいい声なので、はい、好きな方はねぜひ聞いてみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は細田守監督作品の狼子供の雨と雪についてお話しさせていただきました。他にもこんないいシーンがあるよとか、私はこのシーンが好きですっていうのがあったらぜひコメント欄で教えてください。でまた、この動画についての感想もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。また細田作品別な動画もね上げたいと思いますので、リクエストなどもあったらお願いします。それでは本日の授業はここでおしまいにします。ありがとうございました。